はい、パーソナルトレーナーのゆうじです。今日はこの体型、この体脂肪率を維持するためにしていることということで、まあ僕がね、まあ今のこういうような体型と、まあ体脂肪率、今あんまりね、体脂肪率測ってないんですよ。実際あんまり測るよりはもう見た目の、その良し悪しでもう結構判断してるんで、お腹のね、体脂肪が増えたらもうダメだし、お腹の体脂肪がね、なくてきっちり体が見えてればもうそれでいいし、もちろんね、この辺のボリュームを見ながらですけれども、まあその辺がね、まあ数字よりも、まあ僕見た目を重視してるんであんまり測ってないんですが、まあ、ただ以前測って、まあ 8% とかそのぐらいだったね、体脂肪率が。まあそれをどういうふうにね、ずーっと維持しているかということなんですけど、まあちなみに、これ以下の体脂肪率になってしまうと、なかなか生活が大変です。まあ仕事がやっぱり疲れるとか、やっぱスタミナがないということで、結構疲れがちになってしまうんで、もうこれ以下にやっぱりちょっとしないですけども、まあ今のところは僕もちょうどいいかなと思います。見栄えがちょうど良くて、トレーニングもたっぷりできるぐらいのエネルギーが十分あって、でも疲れないぐらいということで、まあ僕は今このぐらいをずーっとね、かれこれ、まあ、実際にはもう20年維持してきているわけですけれども、まあ、それをね、僕はどういうふうに維持しているかということを、まあちょっと大雑把なんですけれども、私生活のこのニュアンスでちょっと説明をしてみたいなと思っています。まあいくつかあるんですけど、まず一つ目は、基本的にラーメンは食べない。まあ当たり前っちゃ当たり前なんですけど、ちょっと前食べたのもいつかちょっとよく思い出せないぐらいなんですけど、その食べた時に思ったのが、あれ俺ラーメンいつ食ったっけみたいな。1年以内食べたっけ食べてなかったっけということも、もうわからない。1年なのか2年なのかもうさっぱりわからないぐらいですね。まあ、僕、もちろん食べていい日という日はね、週1回作ってるんですけれども、それ以外の日は全くね、自分が決めたもの以外、鶏肉の野菜炒めとか、玄米とか、まあそういうもの以外一切食べてないんですけれども、ただ食べていい日はあります。だけど、その時の食べていい日でも僕はラーメンは、基本食べないですね。なぜか食べないです。まあこれはね、まあラーメン屋に行くと、まあ基本ラーメンだけになっちゃう。まあ餃子もあるっちゃあるけど、まあ餃子の場合、まずちょっと肉にはカウントできない。なので、まあ、焼肉とかね、そういうものを食べたとしても、こうラーメン屋に行くと肉がないこと自体が、まあ、僕は心の中でちょっと許せない部分があって、なんかやっぱ休みの日でも肉は食いたいんですよね。で、まあそれもあってラーメン食べないのもあるんですけど、まあラーメンというものが、糖質、塩分、脂質と、この三つを兼ね備えた、しかも全部がちょっと濃いという感じで、塩分もやっぱかなり濃いですからね。その三つが揃ってる。まあ、ラーメンももちろんね、脂質がないとうまくないんですけれども、脂質があること自体がやっぱりこの三つを僕にとってはちょっと遠ざけてる理由になっちゃってるんですけど、もちろん脂質はやっぱり結構多いというのはあるんですけど、塩分もね、塩分が多いと、やっぱり皮下にね、こう水を溜めやすくて、あんまりこの、ちょっとここに、まあ言うならブヨブヨ感が出ちゃうんですね。ピシッと引き締まった感じが出なくなっちゃうんで、まあ塩分は普段もね、結構薄めにはしてるんですけど、その、糖質、塩分、脂質、全部が揃ってるこのラーメン、まあ、人間のね、生存本能から言ったら食べたいものなんですよ。まあそう、だから、ラーメンはまあ嫌いな人はいないわけなんですけれども、ただね、僕はちょっと、まあ、ほぼ無意識にね、あまりもう行かなくなっちゃってるというところが、まあ、ありますね。そういうような意味合いもあるとね。まあ、基本的にはね、もちろん食事の全般の話になっちゃうんだけど、もう一つ食事関連で言うと、まあ、お酒を、ほぼ飲まない。全然飲まないとは言いません。ほぼ飲まない。というのは、週に、一杯だけ飲みます。一本。缶チューハイ一杯だけ飲みます。一本かな。一本だけ飲みます。なぜ、これ、週に一本だけ飲むかというと、そんなにもちろんお酒が好きなわけじゃないんですよ。お酒をね、週末まで我慢したら、うわ、やっと飲もうとかっていうわけではなくて、意外と僕ね、パパ飲み会重視してるんですよ。パパ飲み会もね、子供がね、幼稚園入ってから結構パパ飲み会で、今はちょっとね、ずーっとないんですけど、パパ飲み会とかその飲み会やった時に、急に行くと、まあ、場の雰囲気は楽しければ、僕もちょっとこう、ぐーっとな、場の雰囲気がこう寂しいからね、口にもこう持ってっちゃうんです。そうすると、全く飲んでないと、以前はそうなんですよ。子供が生まれる前とかは、幼稚園行く前とかは、全く飲んでなくて、急に飲み会があると、その時に飲むと、もう体のリアクションがきつくて、もう気持ち悪くなったり、まあ、吐いたりもあったかもしれないですけど、とにかくまあ、帰ってからとにかく調子が悪いんで、もう家帰った段階で調子悪い。夜ね、12時頃、もうすでに調子が悪くなってるんで、ちょっとね、それだけを避けたくて、週に1本だけ飲んで、ちょっとね、慣らしとかないと、大変なことになっちゃうんで。なので、まあ、飲んでるというのが、かなり理由としてはあります。どうしても飲みたいというわけではなく、やってるんですけど、
まあじゃあ行くなよっていうのはあるかもしれないですけど、僕はね、皆さんお客さんにも言ってるんですけど、まあ社会生活も大切だから、まあ飲み会が多すぎたらダメだけど、まあ大事な飲み会だけはちょこちょこで、やっぱりね、人と楽しくやるコミュニケーションとか、その人間の輪を広げるということはやっぱりすごく重要なことなんで、体脂肪がね少なくてもその人間の輪がなかった、それは人生はやっぱ楽しくないと思いますよ。だからそれもすごい重視してほしいんで、まあそういうのには行って、でも普段は飲まないというスタイルが僕は一番いいと思ってますね。フィットネスをやる人間でしょうね。なのでまあ僕はそういうスタイルで、まあ週に1本だけ、まあちょっと体を慣らすために、まあ飲むけど、それ以外はまあ全然全く飲まないということですね。そんな私生活。それと、まあこれも食事関連になりますが、炭水化物は基本的にトレーニング前後に集中させるということですね。もちろん朝も取ります。昼も取ります。だけど、まあ夕方ぐらいに大体トレーニングが来るんですけど、それを、トレーニングの1時間前に少し取る、トレーニング後にも取る。それがもし夕方であれば、そっから後の夜は取らない。で、トレーニング後とかにも結構ガツッとしっかり取るので、朝と昼の炭水化物というのは結構ね、女性が茶碗にいっぱい食べるかどうかぐらい、結構多くないですよ。それぐらい取って、まあ軽い茶碗一杯ぐらい取って、多くは全くない。そこで調整してトレーニング前後の方にある程度しっかり食べるようにしてますね。まあそれはね、先日もお話した通りに、トレーニングまず僕はしっかりし、ね、パワーを出すような感じでやりたいということと、トレーニング後の回復、トレーニング後の吸収と、回復を良くして、また筋肉をね、アナボリックな状態にしていくということで、そこでまたしっかり取っていくということをやっていきますが、それ以後の夜のところはタンパク質と野菜だけで終わらせていくということにしてますので、その前後の炭水化物をやっぱコントロールして、トレーニング前後のところに炭水化物は、集約しているという形にしてます。それから、トレーニングに関しては、僕は筋トレをやって、有酸素は全然やってないです。まあ、有酸素を全然やってなくても、まあ、僕の今この体型は、作れるということは、まあ、まあ、ある意味、体で証明しているとは言えると思うんですけど、まあ、一つは、まあ、その人それぞれの目標はあると思います。どういう体型になりたいかという目標はあると思うんですけど、まあ、僕自身で言うと、やっぱり筋肉がある程度しっかりあってのお腹が割れてる状態というのが、まあ自分の理想なわけですね。筋肉も何もなくここら辺が細めで、お腹割れてる方がいいと僕で自分は思ってないので、そういう体を作っていくためにも当然筋トレは必要なわけです。筋トレがなければやっぱり筋肉はね、ボリュームができてこないので筋トレがないといけない。もし筋肉なければ有酸素運動だけをいっぱいいっぱいいっぱいやっていけばそれでもいいかもしれないですが、それだと僕が目標するって体にならないので、筋トレはまずやらなければいけない。で、筋トレをやる場合に、まあある程度ね、いっぱいやっていかなきゃいけない分割法で、まあ僕は週5回やってますけれども、そこの部分をしっかり思うのをやっていくことで、日頃の消費カロリーというのはかなりあるわけですね。それだけでかなり代謝が高い状態を保せているので、有酸素運動わざわざやらなくても、この状態はキープできるということです。走るための体を連動させる筋肉でも養った方がいいと思うんですが、体脂肪を絞るかどうかという観点でいけば、まあそれは今自分には必要がないので、今より体脂肪が増えなければいいので、それはもう筋トレだけを週5日やっていくということの方で消費をやっているということですね。なので、必要なものはやっていく。筋トレやっていく。今自分には必要でない有酸素運動はやっていないということです。だから、まあ、こんな感じの体を目指す人の場合には、必ずしも有酸素運動をやらなければいけないわけじゃなくて、まあ、その人の目的によりますね。ただ、今、まだまだ、ちょっと体脂肪に乗ってて、筋トレだけの消費カロリーでも足りないという場合には、筋トレ以外の時間で、ジムには行かない時間とか、そういうところで近所を走ってくるというね、そうやって余分に消費をしていく必要はやっぱりあるかと思いますので、その人それぞれのシチュエーションにもよりますし、その人の目的にもよってくると思いますね。それと、睡眠ですね。睡眠、僕はね、もうきっちり時間をね、これだけの時間を寝るということを決めて、寝る時間もきっちり決めて、まあ僕ね、ちょっと会社員じゃないんで残業というものがないので、自分で時間決めれるというのはあるんで、まあそれはできているわけですけれども、その睡眠するね、寝る時間というのはきっちり守って、翌日ね、きっちりね、疲労がなくトレーニングができるようなコンディションをやっぱり作っていってますね。睡眠不足でいくと、やっぱりね、自分がやっぱり思いに体が動かない、心拍数がある、そして、そういう時に限ってやっぱり自分のどっかでギュッと痛めたりすることがあるので、もうそれになるとやっぱり自分は苦しいんでね、そういう風にしないように睡眠も当然、決まった時間に出て決まった、睡眠時間をとっているということですね。
まあ、僕の生活全般はまあそんな感じで、面白くねえなというね生活スタイルかもしれませんが、十分ね人生楽しんでますからね。それ以外のところでね遊んだりとかねいろいろやってますので、全然僕は全くそれに対してストレスは溜まってないです。ストレスをストレスを溜めないということが大切で、まあ、僕は特にこれでストレス溜まってなくて、それでいい体になる方の方が僕は楽しくてまあやってるわけで、これがお腹でっぷりな状態だと多分僕はストレスが溜まってます。まあそこのねどこでストレスが溜まる、それを我慢するからストレスが溜まるのか、いやいやそのお腹が太ってる方がストレス溜まるのか、この辺のね多分考え方のところもまあ一つの、生活のあり方かなと思いますので、皆さんもそこのところストレスを溜めないように頑張ってもらいたいと思います。はい、パーサートレーナーゆうじでした。